婚活業者をブックハウス、令和元年、12月になりました、もうなってるわなってるわ、もう何度も動画上げてるわ、うん、でね、今撮影日は日曜日という形になりまして、12月のとか言っちゃったよ、8日8日のね、8日じゃねえよ、15だよ、うん、15だよ、15日日曜日になりました。で、まあ、家が帰ってからね、さっちゃんからねメール来まして、まあ普通にねいつものようにね、ショッピングセンター連れてっていただきありがとうございますみたいなね。で、なんか下の名前ずっと気になってたんだけど分かったんでよかったですみたいな、でごちそうさまでしたという内容が来てまして、で一応ね俺も返して、でその後ね俺風呂入っちゃったんで、ね、また返すの遅くなっちゃったんだけど、なんかねここに来てなんか塩らしいメールというか、ちょっとねなんだろう、こっちに来たんじゃないの的なメールが来まして、で俺がね昨日レストランで話した時に甘えてくる女性が多かったっていうね、ちょっとちらっと話をして、ただそれをなんかね気にしてたみたいで、甘えるのは苦手なんだけどそれでも大丈夫ですかみたいな内容が来て、甘えるのが苦手なんだけど大丈夫ですかっていうメールが来た、内容がね、なんでこんなこと聞くのかなっていう、これはひょっとしてひょっとするのみたいなところがあってね、鈍いなんか男でもあれなんかちょっと気あるみたいな、うん、でまあだから大丈夫よって話をね返しまして、で男の人ってねなんか甘えてもらいたいよねみたいな内容があって、ちょっと困り顔みたいな、絵文字が入ってまして、でなんかねスキンシップね手をつなぐとかしたいと思ってると書いてあって、まあ、タイミング的なのが難しい感じだけどっていうところでなんかねちょっと濁してあって、まあ手とかでつなぎたいよっていうのをちょっと遠回しにねなんか言ってるのかなというのと、あとはなんか男の人ってなんか女の人に甘えてもらいたいよねみたいなこと言ったけど、まあ別に俺はじゃあなんて返したのかというところで、まあ無理せず自然体でいてもらいたいのでいいですよと、そういうのね気にしないでくれと、でまあ奇遇だねと、で俺も手をつなぎたい線をつなぐ派ですっていう、入れまして、であんまりちょっとドライブ中もつないじゃいますみたいなこと入れちゃうとちょっと気持ち悪がられるかもしれないんで、それはちょっとやめてシンプルにちょっと返して、でまあ、きっかけとかねタイミングとか手をつなぐねタイミングとかも考えちゃうねみたいな話をして、もうねちょっと遅い時間だったんで風呂出てきて、もう寝ちゃったからというところで、昨日もなんかね寝てたみたいでね、早々とこたつなのかな、なんか妹と一緒に、テレビ見ながらね寝ちゃったということだったんで、まあ、多分今回もね、居眠りしちゃってるのかなっていうところで、まあ、またちょっと明日反応ねあれば、まあ、見てみてね、こちらに気があるような内容がまた来たらね、来たらいいなというふうには思ってます。でそうだね、あんまりここまでちょっと言われたらね男として行くしかねえかなっていうところもあるんで、まあでもほら本交際になったからって結婚がね結婚するとは限らないから、まずはちょっとやってみて交際してみないと進まねえかなというところで、まあ、ダメならダメでもしょうがないし、ね、こればっかり一生のことだから、まあ なんとかね、なるかなって、去年もこんな感じだったね、うん、まあ1年間またね巡ってきて、違う人が巡ってきましたけども、もう縁がないからっていう正直には思ってたんだけど、まあ、人間ってやっぱりわからないもので、どこでね人と人の縁っていうのは、ね、どこで結ばれるかわからないと、で諦めなければ必ず何かしら出会いはねあるっていう部分があるんで、
ちょっとね、あの婚活本当大変な世界、特殊な世界で大変な世界なんだけど、諦めないでね、諦めないでもらいたい。せっかく時間とお金をかけて、ね、婚活という世界に足を踏み入れたわけで、だからあまりその相手に100点を求めるような、ことはね、絶対にやめといた方がいいと思う。無理、そういう自分の理想通りの人、思い通りの人というのはもうとっくにそういった方は結婚してるんで、もうそうじゃない人しか、極端な話で俺も含めて、もうだからそういう今までの基準点以下の人たちばっかりが婚活にいるん でみんなそれぞれ何かを抱えてるから、やっぱりそこはちゃんと理解をねしてあげてね、あの可能な限り、ね、無理に理解をする必要はないから、無理じゃない範囲で相手を理解していくというね。ちょっとのことで嫌がってもう見切るんじゃなくて、それは本当今までの婚活をこうして日が浅い人とか、年齢が低くなるほどそういう傾向が強くなってきたり、今一番アラフォーの女性っていうのがね、婚活市場では難しい世代で、まだわがままを言い続けたり、相手にねある程度の高い高得点を望んだりっていう方がね、で減点法で、減点法で相手を見ていって、もう8、ね、10個のうち、いや、いいところいいところいいところって、いいところが8個あったのに1個のね嫌なことで0点0点になっちゃうっていうね。それで相手ともうさよならグッバイみたいなね形になるんで、それはどうなのと、1個の嫌なことで 8個のいいことが全部消えるっていうのが婚活の今までのセオリーだったから、まあ、そういう部分を、まあ、業者をぶっ壊すだけじゃなくて、婚活している自分たちもやっぱり ね固定概念をねやっぱりぶっ壊していかないといけないという、自分の、固定観念をぶっ壊していくという、ね、取り組みをして、ある程度のここの、ね、例えば100点中今まで90点80点望んでいるんであれば、60点ぐらいの、ね、ところでこれを合格点とすると。で、まあ、ちょっと一個嫌なとこあるけど、こっちとこっちでいいところあるじゃんっていう加点方式をね、ぜひね、皆さん取り入れていただいて、相手と向き合ってもらうと、本当に相手とちゃんと向き合って、いかないと、一つ一つの出会いっていうのはすごい貴重になってくるから、特に年齢がね、上がれば上がるほど、出会う確率と成婚率はどんどん下がるんで、だからね、その一つの出会いをちょっと大事にね、今までポイッと捨ててたものをもう一回手に取ってみると、捨ててたところをもう一回手に取って、どうなのかというところでね、吟味して、本当にそれが自分に対して不利益だとかね、もう耐え難いものであれば捨て去るのはしょうがない。だけど、いや、ちょっと理解してみよう、相手のところへ同じ位置でね降りてってみて、ね、一緒にそれをちょっとね体験してみてっていう、ところをやってみようってね、自分の思いじゃなくて、相手がじゃあどうしたくて、で相手をちゃんと受け止めて返してあげて、どう反応するかなっていうね、それで響き合えばカップリングはうまく成立したまま、それで本交際に行って、またそこから次のストーリーステージへね進めるのかなというところで、まあ、ちょっとね、いいメールがね、今まで無反応だったけど、なんかやっぱり突っ込んだ話をして、向こうもなんかね嫌がられたんじゃないかなとか、多分危機感持ちながらね、お互いに危機感ちょっと持ちながらね、で俺もだってショッピングモール行ってちょっと退屈そうな部分、まあ表情がねもともとちょっとそういう感じの人なんで、あれと思ってなんかちょっと外したかなみたいな、もう次さっさと次のちょっとね映画見るなりボーリングなり行こうかなみたいなところで、でまあ映画は見るもんね、見たいもんないって言ってたんで、じゃあもうボーリング行こうみたいな話で、速攻で次のね、ところへ一回リセットして出て、行きました。でね、ちょっと個室のねレストランだからね、いろいろ話聞けて非常にね良かったですよ。でちゃんとどうしてねこうやってデートに誘うのかっていうこともちゃんと言いましたんで、ね、そこ大事だからね、
あのなんで私に興味あるのかな、ね、あのどう本当にこの人は興味あるのかなっていうところで、あのそういうところがいいところがあるんで、あの非常にあの興味を持ちましたということを言いましたんでね、はっきりと、まあ、そんなこんなでね、あの皆さんまたちょっとね進展があるかどうか期待していただいて見ていただけたらと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。